私の放浪する運命があんたのチャンスを邪魔してしまったんだわ。私は宿命的に放浪者である。あっちを向いてもこっちを向いても旅の空、私はふるさとを持たない。旅がふるさとである。生きてゆく才もなければ、生きてゆく富もなければ、生きてゆく美しさもない。空っぽの女は私。それよりお前こそ今度はええ男を見つけにはならんよ。男なんてどうでもいい。それよりお金が欲しいな。ああ、なんという生きることの難しさ、食べることの難しさ。2日も3日も食わずに腹が減って死にそうになったら、50銭だろうが10銭だろうが今でもするよ。いい年しやがって、世の中の裏表も知らない奴が大きな世話するな。僕だって展覧会は近づいてくるしね。あんた絵描きさんなの？まだ一人前の絵描きには入らないけどね。私は夜も昼も指が折れても死ぬまで描き続けるのよ。寝ては夢、起きてはうつつ幻の。いや、いいぞ。水に映れし月の影、手に取れざると知りながら。何をなさるんです。奥さんはあなたのことを心配して。だから殴ったんですよ。僕は女房の定説を売り物にする見せ物にはされたくありませんからね。それが分かってても、あんたは私の金で暮らす人じゃありませんか。何？お許しなさい。お許し。やめてください。出て行け。出て行くわ。今度こそ本当に出て行きます。